好ましい女子に会ったことはないって言って。わしは心から前に礼を申さねばならぬ。萩家総領九八郎を叩き落として。しゃ。何をしておるたわけ。いいんです。よくはない。私決めてたんです。今度若君に会えたらもうあっちには帰らないって、ずっと若君のそばにいるって。会えなくなるのはもう二度と嫌だから。